はいどうも、チームランク SS3 に向けて折り返しておりますミストです。本日はですね、ガチャ券をね、溜まったイベントなので溜まったガチャ券をすべて使っていきたいと思います。はい、まあ、またね、投稿期間が空いてしまったのですが、皆さん最後までぜひ見ていってください。で、なぜ今使うかと言いますと、はい、まあこれまだ引いてないんですけどね、こちらの3500万ダウンロード記念ですね。で、限定キャラが多数復刻したと、さらにグランドスラムでもね、ユニ式角田といったね、上限突破キャラが今、ガチャから排出されるということで、このご動画のタイトル、ガチャ券の使い時とさせていただきたいと思います。まあ、やはりね、限定キャラがいるときにガチャ券を使うっていうのはね、まあ皆さんやってることだと思うんですけども、初心者の方、ぜひね、それはね、やっていった方がいいと思います。まあ、限定キャラがね、来てない時にガイスタルガチャ券を使っても、常設キャラしか出ないっていうのは寂しいので、やっぱりこういうね、限定キャラが多数復刻した時に使うのがベターだと思います。では、早速ね、使っていきたいと思います。開放までね、お見せできたらなと思います。もう佐伯ガチャ以来は、全然ガチャも引いてないですね。うん。佐伯ガチャからもう2ヶ月くらい経つのか。早いもんですね。まあ、あそこで結構燃え尽きたという方も多いんじゃないでしょうか。うん。まあトップセールス1位に入るくらいね、パワープルアプリが賑わった時期だと思うんでね。うん。そこからというものの、いいガチャは来たかな？ちょっとね、記憶にないんですが、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。まあ、私はというと、地道にチームランクを言ってるうちに出ましたね、限定キャラ。地道にチームランクをね、ちょいちょい上げてるという感じですね。ただ、厳選はそこまでしないです。作 P40 期間は、厳選はね、自然回復分、なるべく自然回復分でね、やっていきたいと考えてますね。うん、レンチャン、まあまあでしょう。30とかね、20になったらもうガンガンもう厳選のためにね、パワープルやっていいと思うんですけども、何せ40というのはね、コスパが悪すぎる。うん。20個とかハマっちゃった暁にはね、うん、それでガチャ引いた方がええやんってなっちゃいますからね。うん。では10%いきましょうか。まあ、モンハンも出てね、まあそっちに時間を使えるっていうのも、うん、今はいい季節というかね、うん、両方両立できるっていうのは素晴らしいですね。おー、ホムラ、いいんじゃないでしょうか。作 P40 期間はもうモンハンで、パワープロが熱いイベントとかね、来たらパワープロに打ち込むみたいなね、うん。まあ、楽しい、休日ライフをね、過ごしてるという感じですね。はい、20%いきます。ここら辺で1枚欲しいですね。いや、わからない。前ね、動画にしたいんですけど、この演出でね、ハピマンで出ましたからね。うん、出ず。葵ちゃん、おいいね。これ、野球マンが、もしかしたらプラゴになるかもしれません。あれ。では、30%いきます。狙いは、まあ、四季かな。四季が PSR のプラニなんでね、四季が欲しい。お、出ましたね。四季、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 四季。まあ、君はね、PSR 一応持ってるんで、突っ込もうと思います。四季かアーサーだね、やっぱり。うん、持ってないとこで言うと。さあ、連チャンしていいのよ、連チャン。連チャン！くっそー。これで連チャン来たら面白いな。さあ、おー、エミリー、いいね。これも PSR あるんで、狙っていきたいです。では、それガチャ行きます。ここではね、確定なんで、見ていきたいと思います。てか、モンハンユーザー、てか、私のチャンネル見てくださってる方で、モンハンやってる方どれくらいいますかね。まあ、需要があれば動画も撮りたいと思ってるんですけど、もうこれも PSR ありますね。まあ、後でかけたいと思います。いやー、モンハンね。もう、やると止まんなくなっちゃいますよね。さあ、頼む。四季か。まあ、角でもいいし、暗転でもいいし、演出が2回とも渋いぞ。大丈夫か？来い！うわ、まあ、有能だね。有能だから許すわ。よし。まあまあまあ、解放によってね、良かったか良くなかったかは決めたいと思います。そしたらまず連チャンあたりを
レンちゃん野球マンっていう感じでいきましょうか。レンちゃん SR2 体目がね、これでプラゴになるかもしれません。いきましょう。ドン！あ、いかず。今あれですね、強化大成功で、育成効率が良くなってるんで、ゲドウが溜まってる方はね、ぶち込んであげたり、覚醒させたいなと思ってる方はね、使いまくるのがいいんじゃないかなと思っております。さあ、ここは何気にでかい。明鏡で遊べるようになるというのもありますね。行きましょう！明鏡したい！明鏡できる！明鏡ができるようになっていく。よし。まあ、これでも成果はあったって感じかな。で、あとは、エミリーと、ブラックドロイド。エミリー、ブラックドロイド。あとはね、当たった PSR を PSR にぶち込んでいくって感じか。さあ、PR でも通していけ。ブラックドロイドもね、地味に強いからね。さあ、まあ、動画上では PR 通ったところをお見せできてないかな、過去。そこをお見せしていきたい。特にエミリー。特にエミリー。これ PR 貯めといて SR が当たった時にそこにかけて SR プラゴにして50にするっていうのがいい気がしたけど、もう関係ない、押しちゃう。いっちゃってエミー、くそー。いっちゃってエミーってちょっと卑猥だったな。続きまして六本木。頼む。これで46になればね、結構でかいですよね。試合経験で 10% になるんで。さあ、六本木先輩、頼みますよ。私のオーダーにも入ってる暁の不動のショート。六本木勇気、解放せよ！よし！いいね。いいね、六本木さん。いや、これは嬉しいな。行き六本パイセン。まあ、ゲドはね、銅から使っていくのが私の、なんつうんだろう。ポリシーというか、ありますね。デイリーでゲットできるんでね、銅は。これは、超成功を見込んで、はい、しなかったんかい。しなかったんかい、よし。次が、暁守るか。まあ、これは、なんか通らない気がする。さすがに 30% をね、今回2回も通してますからね、4分の2回通してる。なんで、これはミスる気がするな。ミスる気がするけど、いや、もう、マジで期待してない、お前には。マジで期待してないから、絶対取るなよ。絶対に取るなよ。おい、マジで？やべえ、今日、神砲が神ってる。マジか。なんとでリーチになりました。素晴らしいですね。これは、暁強化が来るまでに50できるんじゃないか。一応ね、選択チケットでね、取ってあるんですよ。守るが手に入るガチャ系を2枚くらい取ってあるんで、これ早く暁強化来てほしくなったな、急に。よし。いやー、今回は解放が神ってましたね。他はもういないよね。ちょっと記憶、長曖昧なんですけど、他はないと思います。いやー、よかったね、今回は。まあ、限定キャラは結局、ブラックドレザーの PR しか出なかったと思うんですけども、やっぱりね、こういうことがあるからね、累計のガチャ券とかはね、すごい楽しみになりますよね、毎回。まあ、今で言うと、ほんとこれだよ、ここ。もう本当にアーサー、マジで SRD から来てほしい。多分、一瞬でプラゴになるんで、あと来てほしいところで言うと、脆いですね。脆いもね、常設キャラの割にね、未だにゲットできてない。脆いね。はい、脆い軍団。っていう感じかな。常設で言うと、本当に脆いとアーサー。そこだけですね。限定で言うと、まあ、この四季かな。四季と、ユニエミあたりはね、ダンジョン勢としては早く50にしたいという思いはあります。グランドスラムもね、引いてもいいとは思うんですけど、これはちょっと遠慮しておきます。我慢ですね。まあ、ユニフォーム、さからダイアップって書いてあるんですけども、まあ、SR が出なきゃ意味ないですし、石というのもね、まあ、私は、再起ガチャで待ってしまったので、まあ、今回はね、貯金していくという形をとっていきたいと思います。まあ、今後も来るでしょう。熱いガチャ。
野牛の別バージョンとかね、角田の別バージョンとか、まあ、控えてるんで、野牛の別バージョンって絶対強いと思うんですよね。下手したらパワー上限とか来てしまった暁にはちょっと、またまた円卓がぶっ壊れそうなんでね。うん、楽しみではあります。野牛はなんといってもコツが強いですしね。そこ来たらもう、ぶん回すかな、さすがに。うん、そんな感じでね。パワープロの方はね、今飛距離くんやってますが、そちらで、まあ土日ちょっと走りつつ、まあ順位見ていきますか。まあ3297位なんでね。まあ5枚商品になって、まだどんだけ話せるかというのもあると思うんで、まあこちらをやりつつ、厳選もしつつ、SS3 ランクを目指していきたいなと思っております。はい。撮りたい動画はたくさんあるんでね、土日にお見せで、まあ土日に貯めて、今後上げていけるように頑張っていきたいと思ってます。うん。ぜひともね、チャンネル更新頻度はちょっと落ちてしまってますが、私のチャンネル今後ともよろしくお願いします。また、さっきも言った通りね、モンハンやってるという方いらっしゃいましたら、コメント欄で教えていただけると幸いです。という感じで今回失礼します。よろしければチャンネル登録、高評価、そして拡散などしてってください。では失礼します。See you!